大城氏は、道の区国の大名、伊達氏の所流。元は、大江と表記した。伊達氏、第八代当主伊達周辺の次男、宗行が、伊達郡東大江の袖が先に館を築き、大江氏を称した氏が地頭として配置されていた。大江氏は、天正伊達日記には、大江殿と継承付きで記載されており、また、文明十五年の伊達成州の上落に随伴して、 金銭、刀剣を、将軍、幕閣に献上するなど、家中でも高い地位を占めていた。第七代、宗直の時、天正十九年に、河西大崎一騎後の祭祀沖で、伊達政宗が岩出山城へ、県天保され、伊達軍を没収されると、宗直も伊幾軍を蔵に移され、文禄二年にはさらに、志田軍ありが袋へと移された。本領を離れて以後、 それまでの大枝表記に代わって、大枝表記が用いられるようになり、今日に至っている。関ヶ原の戦いの後、宗直は正宗による岩崎一騎戦道により緊張が高まっていた森岡藩境へのお祭として、慶長9年には、気仙軍長部の二日、市城主となり、中島宗元と共に、藩境沿岸部の守りを固めた。宗直の子、宗大綱は、 慶長18年に、大佐部から岩井軍を大原へ移され、ついで現那2年に、治行二2000国をもって、渡り軍、坂本城主となった。大城主本家は、後4000国まで加増され、以後幕末に至るまで道地を治めた。最後の坂本城主であった第17代当主、道徳は明治に、伊達政に服し、なお、伊達宗介に改めている。 突起なき者はすべて愛宮大上司文家のうち、重心としての価格を与えられたのは、宗家の次男、佐よ寄の家系と、宗道の養子、内安氏の家系の二つである。宗家の次男、佐よ寄は、彦姫付きとして、足なしに属していたが、天正16年に彦姫が死去すると、伊達家に帰参。その後は、伊達正宗に徴用され、 仙台藩が成立すると武行職を拝命して、幾軍丸森城主となった。その家系は木座の価格を与えられ、後に幾軍を小山に移されて601国を治療した。騒動の養子、ライア安氏は、坂本の大城本家の後取りとなる予定であったが、騒動の実施、道よりが家徳を継いだため、坂本領の内渡り軍、マニワなどに三百国を内分されて、別計を起こし、 飯での価格を与えられた。大城胸雪台、上胸影台、上宗元台、上周長台、上宗助台、城宗輝助州の三南台、上胸直台、上胸綱台、上胸より大上佐よりの四南台、上高市海大上高市道台、上道より台、道任大、上道 A 台、上道直台、上道台、上道乗り、縦に複製。 伊達宗康はすわたりぐん、さか村長、伊達宗ねおだてむねゆきだい、じょうさねよりだい、じょうしゅうりもとらいだい、じょうよりおよりだよりおさむしんのこだ上木ょ元来っ上多来と上旅、だい上ょうありがとうございます。